何やっとんすかこんな忙しい時に。どけどけ。小春さん木工もするんだなと思って見てたんですよ。何でもやりますよ。なんでそんな怖いんですか。忙しいんだよ。あと20分ぐらいお客さんが取りに来るんだよ。なんで撮ってないんだよ、撮らなあかんときに。大事なこと言うときに撮ってなさい。すいませんでした、油断してました。やっぱさ、お客さんがさ、ここがいいなって言ってさ、希望言うやん。はい。少しでもその希望にさ、近い状態でつけてあげたいじゃん。ああ、そのために今回は木を選んだわけですね。いや、時間がないでやけど。時間がないから。いや、これ、なしやな。木は却下です。え、木は却下？却下です。ダメってこと？しっくりこん。金金がちょっと反っとるで。最近の車のインパネは曲線が多いから難しいですね。そう、ここ真っ平じゃないんだよね、これ、うん、なんかこうなってる。難しいですよね。そう、作業車なのそれですと。あ、よかったよかった。じゃあつくはつくんやって、ハイブリッド。何これ、椅子から風が出る。高級車ですから、小春さん。お股がスースースー。こっから風が出る。高級車ですから。すごい。すげえ。あれですよ、そのシートヒーター、ベンチレーション完備の高級車多いですから。めっちゃお股がスースーする。いや、何ですか何ですか。で、何だっけ。そのハイブリッド車で今回起こった問題について教えてください。ハイブリッド系、じゃあ今回だけやない、前からなんやけど、はい、アクセサリー特にシガー関係から電源というか、あのオートオフのあれでしょ、DPM60 だと抜極から電源取ってアクセサリー、うん、ACC オンで電源が入るようにしておくと、別にアクセサリーから電源取るんですよね。しておくと、エンジンオフと連動で勝手に切れるようになるんやけど、はい、それをやろうと思っていつも通りアクセサリー特にシガーソケット関係から電源を拝借したら、はい、最近の車たまにあるんやけど、テスターつなぐとパシャって0ボルトにならないんですよね。ゆっくり電圧が落ちるやつですね。 12.5432111.987 って徐々に徐々にアクセサリーの電圧が徐々に落ちてくる。そう、落ちてくる車が多いんですよ。 ACC とかもたまにあるんやけど、うん、で多分こういう系のマイクロリレーとかやと電圧とかちょっとでも残ってるとオフにならないんかな、うん、多分消費電力少なすぎて、うん、そういうのの影響があって連動でオフにならないんですよ、うん、からハイブリッド車は難儀するっていう話です。そうそうそう。でどっか電気食うとこからあえて取らなあかんとか、はあ、多分これどっかでシガーでよくある携帯とかの変換器とか、はい、ETC かなんか取ったればだ、はあ、多分大丈夫。なんか抵抗があれば、はあ、シャッと0ボルトになるでいいんけど、電球つける。いやいやいや、それはちょっと電球つける試しに LED でやったら何のことね、 LED がずっと光ってる。そうでしょうね。抵抗ないですからね。よく考えたら LED って消費信用なとかって思って、それちょっとあれじゃないですか、またなんか対策考えて。まあ抵抗1個つきゃいいだけやと思うんやけどね。抵抗つけるとかちょっと小春メニューを考えて。抵抗か何だっけこれ、コンデンサ、コンデンサ、その別メニューでなんかハイブリッド料金取ってくださいねえ。ちょっとこれは考えなあかんよね。まあ今回はマル秘の方法でやったんですけど。マル秘、それはなんですか、企業費ですか。これ企業費っすよ。まあ、それでめっちゃ怒ってたんですね、僕が来たら。そうそうそう、もう全部終わってよしよし最後テストやろうと思って繋いだらさ、あれって感じ。あ、間違えたかな配線とかって言って、やっとなって、あ、しまったこいつハイブリッドやと思って。なるほど。まあ、とりあえずでも解決したということで今回は。はい、まあそういうハイブリッド車で無線機取り付けするときはちょっと要注意という情報でした。まあ、こんなもんすよ。今回のお客さんも
なんかライセンスフリー無線完全ガイドとかももチャンネルとか見て取り付けに来ていただきました。ライセンスフリー無線見てここを知って、はい、来てくれたんですけど、よかったじゃないですか。あの無理やり本作るのに、しかもそれ昨日買ったらしいんですよで、今新作作ってますよってしたら、とかって言って、小春さんダメですよ、新作作ってることはまだ公にしてないんですから。いや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 、もう3人ぐらい知ってますよいや勝手に言わないでくださいよ新作作るの大変なんすよこれ、ただっすからね。もうだけどほら、一人でもお客さんが来たら僕に無理やり付き合わされてる、その意味があるじゃないですか。いやいやいや、できれば静かに仕事したいよあの来週その本のまた撮影で邪魔します。ああ電源周りやったっけ。はい、よろしくお願いします。暑い時に来るんやろうなバカやでも